やばい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 、ジャンプ34号シュッということでですね、皆さん、なんとですね、ジャンプワンピースの日発売です。ちょっと日本語がおかしくなっちゃってるね、興奮しちゃってるね。まあというのもですね、もうですね、もう言っちゃおう、もう言っちゃおう、これワンピースを手に入れたものに、この最後のコマ、あまりにかっこよすぎるやろ。もう何これ、シャンクスが映って、ニカが映って、クロイが映って、バギーが映って、この4個ドーンって出てるコマ、やばすぎひんっていうね、ことを思うわけなんですけども、あまりにかっこいい、いやもう最高よ。いやもうさすがワンピースの日、もう俺力入ってる絵で悪いんやなっていうところで、ね、思うわけなんですけど、やっぱりですね、まあ、ここで気になるのは、このドラゴンのね、この不安な顔で見つめるドラゴンの下に変なやつおるんですよね。イム様がね、その横にでかいシルエットでおるんですけど、まあ、イム様はもう出ているキャラクターじゃないですか。なんかちょっと拡大したらイム様の眉毛っぽいものがね、見えているんで、イム様ってこういう感じの眉毛やっけってことは改めて思ったんですけど、みんな気になってるのはそこじゃないと思うんですよね。なんならイム様の眉毛気になってない人が多いと思うんですよ。イム様の眉毛あったんやと思った人もいるでしょう。今日はこの横の影、赤犬とイム様とドラゴンの下に隠れているこの影、この影ね、シャンクス、もう一人のシャンクスなんちゃうんかと。やっぱりな、いやこれね、めちゃめちゃ怪しいと思うんですよね。僕ね、一瞬ロジャーかなって思ったんですよ。なんでかっていうと、刀がめっちゃロジャーの刀に見えるんですよね。ロジャーの持っていた愛刀エースに見えるわけなんですけど、でもロジャーやったら鼻毛出てるよなと思ってね、このヒゲがこういう感じで出てるわけじゃないですか。そう考えたら鼻が見えてて、まあ、毛っぽいものは生えてないよなと思って、じゃあこれ、まあ、ずっと言われてるけど、まあ、もしシャンクスが2人いるなら、麦わら帽子を受け継いだ赤髪のシャンクスと、エースを受け継いだフィガーランドシャンクスがいるんじゃないのかな、まあ、こともね、まあ、ちょっと思っちゃいましたよね。シャンクスかなという気もしたんですけど、まあ、正直現時点では何とも言えないなっていう感じなんですよね。ただもう一つ大穴がいて、それがね、ヒグマなんですよね。海賊王から愛刀エースを受け継いだヒグマ。皆さん知ってます？ヒグマってシャンクスの見聞色を避けてますからね、最強シャンクスの。それを考えたらね、当時のそれはフーフーとか CP9 じゃね、相手にならなかったのに、このね、それぐらいのシャンクスの時の赤髪海賊団から一度は逃げ切っている男ですから、それを思えばこのヒグマというのは全然あり得るかなっていうことを思うんですよね。これね、皆さんどう思いますかね。このあともう一つ、爆穴として、ウルージー、最悪の世代もほぼ全員出たんですよ、今回のボニーのエピソードもあって。ウルージー多分空でちょっとダイエットして刀も持っちゃったみたいな姿のウルージー、いやちょっとありえるかなと思うんですけどね、皆さんどう思います？もうウルージーだけですよ、10年ぐらい登場してない気しますけどね。はい。でですね、まあ、今回ね、このコビーとかガーリング星とか、ね、まあ、クザンとかサボとかももしかしたら書かれてるわけなんですよね。まあ、それぞれが思う表情があるなと思うんですけど、まあ、一つね、なんか僕がここで思ったのは、みんなが見てる方向がバラバラっていうのが、まあ、少し気になっていて、現在、まあ、世界政府に属している赤犬、イム様、コビー、ガーリング星なわけなんですけども、ガーリング星だけよくわからん方向を向いてるんですよね。まあ、これはもしかしたら、まあ、僕はガーリング星だけ、まあ、この世界政府の中でも見ている方向が違うっていうのを表しているんじゃないのかなっていう感じはしました。でそのガーリング星と同じ方向を向いているのがサボ、そう、世界政府に立てつく革命軍のナンバー2なんですよね。で逆にナンバー1のドラゴンはサボの隣とかに書かれているわけではなく、サボの反対方向を見て反対ページに書かれてるんですよ。僕これもすごい意味があるとは思っていて、
やっぱりね、このサボと反対方向を見ていて、実際サボは今ドラゴンをもしのむ影響力を持っているってことを言われてますから、この二人もしかしたら、まあ別れることもあるんかなっていう感じはしましたね。はい。で、まあドラゴンとね、クザンが同じ方向を向いているっていうのも、まあ、ちょっと気になるところではありますね。で、シャンクスもね、なんなら同じ方向を向いてるんですけど、まあ、もしかしたら、このクザン、ドラゴン、シャンクス、まあ、この共通点なんやろうなと思った時に、まあ、最終章死んでしまうキャラが、まあ、こっち側を見ているみたいなことは、まあ、ちょっとあり得るんじゃないのかなと思いました。まあ、というのも、まあ、実際ね、この右左の法則みたいなのがあるんですけど、この法則っていうのがあるんですけど、まあ、この右目左目法則としても使われてるんですけど、例えばゾロがこうやって目を閉じているのは、この過去をも見ずに、この未来に乗り越えていくためみたいな話がありましたし、まあ、分かりやすいところで言うとサンジですよね。サンジは2年前は過去を見ていなかったから左目側を閉じていて、2年後はもうこの過去を乗り越えるということで、もう右を隠しているっていうキャラデザの変更があるんですよね。まあ、こういう風に左が過去やとするならば、この左側を見ているまあシャンクス、クザン、ドラゴンというのは、まあ、登場人物的にもちょっとね、あの過去のキャラクターっていうか、まあ、世代組のキャラクターになるんで、まあ、もしかしたら最終章で新しい世代、新しい時代にかけて、まあ、死んでいく可能性もあるんじゃないのかなということは思いましたね。はい、まあ、ということでね、いろんな情報がこの詰まりまくっているこの最終ページだけで、ね、もうちょっと無限に話しちゃうわけなんですけど、まあ、そろそろね最初の方からね読んでいこうと思います。はい、まあ、というわけでね、皆さんここもね激アツなんですよ。もう1121話、タイトル時代のうねり、ついに来たかと、時代のうねり、いやーもう楽しみですね。まあ、というのもですね、皆さん気づいていますでしょうか。この時代のうねりというのは、一番最初にあのロジャーがナレーションで言った受け継がれる石、人の夢、時代のうねりのこの3つの要素なんですよね。で、いつかサブタイトルに来ると言われておりました、この時代のうねりも。というのも、実は145話で受け継がれる石、225話で人の夢、人の夢は終わらねえですよね、そこで言われていたんですよね。じゃあ時代のうねりが来るときは、また大きく物語が動くときに違いないっていうことが言われていて、いつだろういつだろう楽しみにしたわけなんですよ。頂上戦争のときから、あ、違ったと。ワノ国から違ったと。今なんですよ。このワンピースを見つけ、大きく時代が動くと言われた、このときに時代のうねりのタイトルが来る、この重要さなんですよね。いやもうめちゃめちゃ熱いということはね、改めて思いますね。はい。というわけでね、ようやくこの3つが揃いました。でですね、早速また始まっていくわけなんですけども、サタン星のね、爪に触れるなーっていうことを言ってね、まあ、ルフィがぶっ飛ばそうとするわけなんですよ。まあ、でもね、このルフィが、ん?みたいな感じで、まあ、ふと見るわけなんですよね。そしたら、なんと驚くべきことに、ボニーがドンと出てきまして、サタン星もボニーって切れてるんですけど、ルフィが、まあ、そうだボニーお前がやれっていうことを言うんですよね。いやこれさどう思います？ボニーってサタン星が切れるん一番やばくないですか？この能力を与えたん誰やっけっていうね。だってさ、これサタン星がさ与えていなければさ、このニカの能力ですら発動することはできなかったし、ボニーってこの12歳にしてこんだけの強さを誇ってるのって、この能力があってこその部分もかなり大きいじゃないですか。で、太陽の神の能力すら模倣できる、まあ、力なわけなんですよね。でもその能力ってもともとは天竜人の、まあ、管轄にあった能力で、なんならサタン星が実験で使えるぐらいの使い捨ててもいい能力やったはずなんですよ。そんな使い捨ててもいい能力に足元救われそうになってるってどう思います？というか、まあ、なんなら、まあ、ちょっと先のページですけど、この足元を救われるどころか、お前だけは私がと言ってガトリングみたいな撃たれまして、ニカパンチが発動して足がバラバラになるわけなんですけど、あの足元救われるどころの騒ぎじゃなくなってますよ。足バラバラになってますけど大丈夫ですか、サタン星ね。えこのね感じがね、もう本当に僕はね心配してるんですよね。だってあなたが与えなければこのダブルニカパンチみたいなことはできなかったわけなんですよ。これをやっちゃうっていうのはもう世界政府にとってめちゃめちゃダメージなんですよね。いやもう本当にね良くない、これどうなってんねんと思います。でもね、俺は一つ言いたい、ありがとうサタン星、このね27周年の節目の時に解放のニカパンチめちゃめちゃいい。もうニカがこれ、ね、ボニーとルフィが揃ってますけど、まあ、ボニーはねちゃんとボニーって分かるニカなんですよね。まあ、だから解放の戦士の姿っていうのは
まあ、一つじゃないんやなっていう、まあ、多様性が、ね、大事な世の中って言われてますけども、まあ、ここでもまたその丸々の身とは違った能力ということで、まあ、自分の思うこの二化になれているんやなっていうことも分かった上で、それを全て認められる、まあ、このワンピースの寛容性というか、それができちゃう能力の凄さやなとも思うんですけども、それ以上にこんなに生き生きとねボニーが活躍してるのが嬉しい。もうなんか正直ボニーはもうこの辺では戦えないと思っていたんで、ここでね27周年にダブル2かパンチを持ってきたっていうのはめっちゃいいなと思いましたね。で、まあ、今回ねこれ僕はフィギュア化してほしいポイント1番なんですよね。もう1番みたい、このフィギュアもう絶対ねあのめちゃくちゃ映えると思うんですよね。この、ね、2人が揃ってこうやって殴りかかっているところをこのねニカとボニーで、まあ、並べてほしいなっていうことは思いましたね、はい、よろしくお願いしますバンダイさん。はい、でですね、話戻りまして、まあ、ベガパンクの放送なんですけど、空白の100年が呼び起こされる日は必ず来ると。でここもね注目ポイントなんですよ。全世界の大陸の沈没という人為的大災害を引き起こした兵器だって書かれているんですけども、古代兵器の話でポセイドンとビビちゃんを並べとるんですよね。そんなこといいんかと、これもうビビが古代兵器って言ってるようなもんやぞと。これねもうビビちゃんねプルコン関係者です、間違いないです。はい、もうそこでねちょっと不安そうなね、でもね真剣にまっすぐを見つめるこのビビちゃんを映してるっていうのは、まあ、めちゃめちゃ意味があるなと思いましたね。で僕ねこれ見た時にねビビちゃんの考察にやっぱ思いついたんでね、今週話します。今日話したと長くなっちゃうんで、まあ、気になる人はねチャンネル登録しておいてください、お願いします。で未だ意図として実在するという話をしているわけなんですよね。ここでね、まあ、意図として実在するのシーンは空島が描かれているんで、やっぱりウラヌスは空と関係しているものなんじゃないのかなってことは思いました。で、まあ、歴史の因果により執拗に滅亡を望まれる稀有な種族の末裔たちっていうことも言ってる時に、このバッカニア族そしてルナーリア族が映るというのもねすごい意味深やと思うんですよね。このキング、この真っ黒の背景どこにおんねんと思うんですけど、まあ、多分インペルダウンか、まあ、海軍のどっかで捉えられてるかやとは思うんですけど、まあまあキングがね、まあ、しっかりと生きているというのは良かったなっていうところはありますよね。まあでもねキングのところでわざわざドンと書かれているんで、まあ、これもやっぱ最終章必ず、まあ、再登場するんやなってことは思いましたね。で、まあ、一つ意外やったのは三つ目族ってやっぱもうほとんどオラン種族なんやなっていうことは思いました、まあ、プリンちゃんって三つ目族のハーフで、この目が開眼したらもしかしたらポーネグリフが読めるかもしれないみたいな感じで今黒ひげのところに捉えられているわけなんですけども、それを思うと三つ目族本体を黒ひげが捉えに行かなかったのはキングぐらいレアな種族やから、まあ、確実に、まあ、ハーフやけども分かっているプリンちゃんを狙いに行ったんじゃないのかなってことを改めて思ったんでね、まあ、ここでねこの3つの種族がすごい重要だよっていうことはね、まあ、改めて分かりましたし、僕なんならエルバフでもこの巨人族以外にすごい重要な種族っていうのが出てくるんじゃないのかなって思いました。で実際ホールケーキアイランド編でプリンちゃん、ワノ国編でキング、でエッグヘッド編でクマのこの種族が分かったように、この新世界に入って重要な最終章に関わってくると思われる4校がいる島に入ってからは全て重要な種族が出てるんですよね。ということはエルバフ編でもとんでもないこのニカに関係している種族が出てきてもおかしくないかなってことは思いましたね。まあそのままね、まあサタン星がぶっ飛ばされるシーンになっていくわけなんですけども、まあ、ここもねよかったね。お前には奴隷になることと死ぬことしか許されていない、それは歴史が決めたのだということに対して解放しようと、でその解放するのが自分の娘であるボニーなんですよね。よくもお父さんを、よくもお母さんを、お前らが神なわけがない、神ならいる、ヒーローもいる、本当は3人で暮らしたかった、一人ぼっちならもう死にたいとも思った、だけど生きるんだ、2人が私を祝福してくれたから、解放のニカパンチ。太陽の神が解放の戦士というのはめちゃめちゃいい伏線やなと思いました。ボニーっても境遇だけ見たらすごい不遇なわけじゃないですか、まあ、でもそれにも負けず、まあ、強く生きていこうというのをね改めてここでやるっていうのもね、まあ、すごいいいなと思いましたね。でね、まあ、ベガパンクの放送に今戻るんですけど、まあ、もしもの時はみんなに己の身を守ってほしい、何が起きても私は人の知恵を信じている、科学を信じているというところで、まあ、しっかりとね科学とか技術の象徴たる人物が出てきているというのは、まあ、すごいいいですよね。まあ、シーザーとジャッジは何を言い争ってんねんってことはちょっと思ってるんですけど、で、まあ、ロジャーが死んで25年、白ひげが死んで2年、伝説たちの陥落は新時代の幕開けに過ぎないということでね、で今抑え込もうにも抑え込めぬ者たちが、彼らこそがくしくもその真実に最も近づいておる、いやロジャーは仕掛けたのかもしれん、俺の在庫か方式へ食いてやして探しているこの世の全てをそこに置いてきたんだ、
ここで一話につながると、時代のうねりやから、ロシャーのセリフにつながるんですよ。でね、レイリー完全に寝てます。もうやっぱ全てを喋りすぎてしまうジジイはね、寝てるわけなんですよ。で、ついに来た、待ちに待ってた四皇の反応、シャンクス。はい、黒ひげ反応出てます。おかしら、ちょっと飲みすぎだって。うるへえ、飲んでねー。シャンクス、お前は一体何を知っとるんや。絶対ベガパックがさ、話しすぎたことをさ、レイリーと同じようにこんなんやってられるか、若者たちの楽しみを奪うな側の人間じゃないですか。じゃあなんでそんなお前がワンピースを取りに行くと言った。なんでキッドをあのボコボコにした。これ謎が深まるよ。だからやっぱり僕はシャンクスはなんかワンピースを狙いに行っているのかなっていうのを改めて思いました。まあ、実際取りに行こうかっていうことを言っているんで、まあ、ワンピース争奪戦に加わったという認識では間違いないと思うんですよね。でも取った後に世界をどうこうするのはシャンクスじゃないし、シャンクスもそれを望んでないんじゃないのかなと。で、これベガパンクはこう言ってるんですよ。伝説たちの陥落は新時代の幕開けに過ぎないと。で、シャンクスは腕を失った理由を白ひげにこう言ってたんですよ。新しい時代にかけてきたと。つまりこのシャンクスというのはロジャー白ひげの時代から次の幕開けのこのしっかりとブリッジを担ってくれて、ニカへとバトンをつなぐすごい重要なやっぱり存在なんじゃないのかと。まあ、だからこそルフィの味方であるんじゃないかと。まあ、ゆえにやっぱりこのワンピースをなんかしっかり狙いに行くのは違うんじゃないのかなっていう。まあ、ワンピースを狙いに行くというか、ワンピースを狙った後の世界をどうこうしようとは思っていないと思うんですよね。まあ、実際五老星たちもシャンクスのことは自分から世界をどうこうしようとするわけじゃないみたいなことを言ってたじゃないですか。あの評価というのもある意味合ってるんじゃないのかなと。じゃあ一方黒ひげはと、提督たちの帰りはまだか、いても立ってもいられねえっていうことでね、誰が言ってるんでしょうね。銀とかが言ってるんですかね。銀、黒ひげ海賊団なんですかね。それとも海賊島やから海賊がただおるだけなんですかね。いやー、ちょっと気になるところですけどね。でね、まあバギーたちですよ。バギーたちを、俺たち間違ってなかった、あんたいつも俺たちの想像を超えてく、ここまででかい話だったなんて、ええって言ってる後に話がまたでかくなってます。あのバギーのいつもの癖出てます。バギーをここまで呼んでいたとしてね、また担がれていくんでしょうね。ミホークとクロコダイルの顔見てください。呆れすぎてます。もうミホークとかさ、平穏が欲しいだけだ俺はとか言ってさ、トロフィー抜けるんじゃん。それぐらい思ってきましたね。でね、あってはならない、俺たちが先に見つければ市民は誰が救うんじゃバカどもかということでね、まあ言われてますけど、まあこれ戦国とかが言うてるんですかね、まあ、戦国とソードとか言ってるんですかね、まあちょっとわかんないんですけど、まあ何にせよ海軍もやっぱりこのラフテル絡みでは出てくる可能性があるなってことは思いますよね。で、まあそれを手に入れる者が世界の運命は委ねられるのじゃ、ワンピースをということでね、最後のページに繋がっていくというわけなんですよ。はい、まあということでね、まあめちゃめちゃ繋がってきたわけなんですけども、ここでね、来週9歳なんですよね。いや、読みたかった合併号ですけどね、8月5日にまた読めるということなんでね、これ次どういう展開で来るんやろうなっていうのはね、まあ、めちゃめちゃ思いますね。まあすごい気になるところやなと思いました。でね、今回ね、ワンピースの情報っていうのはやっぱめちゃめちゃありまして、まあ、例えばね、ちょっとこの表紙、ちょっと皆さん振り返ってほしいんですけど、このジャンプの表紙、歴史の重みは王の証というところを言っていて、でね、まあルフィがすごい豪華な格好をしてウソップ、チョッパー、ナミちゃんがいるわけなんですけども、これもね、またすごい意味深やなーってことを思いますよね。歴史の重みが王の証で、今空白の100年の話、つまり歴史の話をしてるじゃないですか。ということはやっぱそこにも、まあ、確実に王がいて、でこの空白になっているのもなんか一つ王に関係してくるんじゃないのかなっていうことはね、まあ、ちょっとこんな煽りからですけど、まあ思いましたね。まあワンピースデーのね、あの話がまあめちゃめちゃ載っているわけなんですけども、まあ僕当たりませんでしたね。で、成金も100以内じゃなかったね。もう今年はワンピースで行けなさそうです。あ、でもね、安心してください、皆さん。僕みたいな人でもオンラインで参加できます。まあ、というわけでね、今年はオンラインでね、楽しもうと思ってます。はい。まあ、UT とかもね、あるよっていう話があるわけなんですけども、まあ、ここでやっぱ見たいのはね、扉絵なんですよね。まあ、今週のカラーイラストね、ナミちゃん、すごい。やっぱ、小田先生ってナミめちゃめちゃ好きですよね。こういう時のね、イラストでもナミさんを持ってきてくれるんやなっていうところもね、すごいいいなということは思いましたね。まあ、でね、まあ、細かく書かれているわけなんですけども、まあ、麦わらの一味たちがね、まあ、それぞれ描かれていてね。まあまあ、ジンベイとか、お前どっから顔出してんねんっていうね、このちょっとね、手と足のここから顔出して、おお、そんなところにや、みたいな、ね、感じになっててね、すごいいいなと思いましたね。はい。面白い。
いや、どこだろうって探したら変なところ、ジンベエマジどっから顔出してんねんっていう、はい、前にね、あの塚田くんとね、あの新しいこいちゃんスタッフの子もいるんですけど、はい、あ、そう、今日ね、あの熊本いるんですよ。あのワンピースの日を祝うために熊本やってきました。はい、まあ、ということで、ね、あの今日背景が違う理由はそういう理由です。はい、これ家から撮ってるわけじゃないです。本当はね、あのジャンプ本誌買いたかったんですけど、コンビニ行ってもあのなくてですね、あの聞いたら朝に入荷するっていうことやったんで、あ、まあ、じゃあ今日はジャンプラジオもかということでね、ジャンププラスの方であの読ませてもらいました。でね、今週ね、またワーコレが新しく出るんですけど、まさかもですね、オダッチが左手で書いたワンピース&サラダ食べて海賊王になるは私ということで、56巻の SBS の乙女ルフィがワーコレになるというね。ワーコレってやっぱあのすごい自由やなっていうのを改めて思って、昔もね、あのライザップのシリーズとかがあってコラボで出てたんですけど、あれとかもすごいあのライザップなんで、デブのルフィと痩せてるルフィと、で、まあ、デブのウソップとかね、こういう感じであったんですけど、そういう感じのね、あのちょっと異色感があるなっていうのと、まあ、なんかね、一昔前はね、結構こういうのってね、受け入れられないみたいな人も多かったと思うんですけどね、なんか今はね、やっぱこのワーコレになってくれてありがとうみたいな人もね、まあ、結構多いんやなっていうことはね、思いましたね。はい。で、実際にね、まあ、これ並べてみるとね、なんかそれはそれでね、まあ、激レアなツーショットって、まあ、公式でも書いてますけど、ワーコレにも自由が広がるって書いてますけど、マジで自由な発想で何でもやるじゃん、ニカやんっていうことを思ってね、そしたら後ろにニカが書かれていてね、まあ、まさしくやなと思いました。でね、第2弾予告で、まあ、しっかりとね、このボニーがね、書かれているというのもね、まあ、良かったですね。はい。まあ、ワンピースカードね、まあ、コラボということで、まあ、そういったことがあるんやなってことを思いましたね。でね、まあ、来週はね、あの、ワンピース本誌は載っていないんですけども、このワークレのためにね、まあ、結局みんなはね、ジャンプを買うことになるということでね、はい。まあ、ワンピース以外もね、まあ、めちゃめちゃ面白い漫画もありまして、ヒロアカもまもなく佳境なんで、まあ、その辺もね、すごい良くしていきたいですね。まあ、というかね、あの、今週のヒロアカ読んでんけどね、あの、急にあの、お茶子との、あのさ、あのファイナルファンタジー現象やと思うんですよね、これ。あの、最終回間際になると、主人公とかね、あの、いろんな男女がいい感じになるみたいな、まあ、その現象やと完全に思っておりまして、はい。まあまあ、幸せになってくれたらいいなと思いますね。でね、まあ、ラスベガス選挙の話とかも載ってましたね。というわけでね、はい、今日はね、ジャンプからお送りさせてもらったんですけど、いかがだったでしょうか。いや、まあ、あまりにも熱い、ついに時代のうねり来たかというのがね、まあ、すっごい良かったですね。やっぱりね、僕ね、あの影ヒグマやと思うんですよね。慣れ金でわざわざ懸賞金来られましたからね。いや、あれ思うとね、僕はヒグマやと思うんですよ。この2024年のワンピースの日の前日にこのヒグマを出したことはね、伏線やと思うんですよね。800万ですから。あれでも山賊としての懸賞金が800万なんですよね。海賊としてはもっと高いかもしれません。ワンピースの世界多分ね、あの海軍が力持ちすぎて陸軍全然兼ねないと思うんですよね。まあ、というわけでね、あれがヒグマやったら僕は嬉しいなと思いますけどね。皆さんはあの影誰やと思っていますでしょうか。まあ、ぜひちょっとね、コメント欄で教えてください。はい、というわけでね、ワンピース27周年おめでとうございます。まあ、これからもね、僕たちはね、この毎週月曜日は、ジャンプが出ているときは、こうやってね、まあ、ジャンプを一緒に読んでる感覚になれるようにね、まあ、話していきますし、他にもワンピースをね、100% ね、まあ、楽しみつつね、みんなとね、その話を共有できたらなと思っております。まあ、というわけでね、ワンピースの日、盛り上がっていきましょう！それでは、See you!